すごい。国内携帯各社の2018年夏モデルが発表されたので、注目機種をチェックしていきます。まずはエッセンシャルフォンのようなノッチが特徴のアクオス R2 から。スマホとして世界で初めてドルビービジョンとドルビーアトモスの両方に対応。従来機種よりも大幅にベゼルレス化に成功しています。100Hz のハイスピードイグゾー液晶に対応。チューニングも行き届いており、普段の操作も非常に滑らかです。一般的なスマートフォンのディスプレイや一般的な動画は 60fps となっています。シャープのハイスピードイグゾー液晶を活かすような高フレームレート対応のゲームやアプリが増えてくると、より進化を発揮するかもしれません。シャープの端末といえば、覗き見を防止するベールビュー機能が好評でした。しかし、先代のアクオス R ではこの機能が廃止されていました。アクオス R2 においてはこの機能がようやく復活したので、シャープファンにとっては嬉しい知らせかもしれません。アクオス R2 は世界で初となる動画用、静止画用の2つのカメラを搭載。動画と静止画を同時撮影できます。動画専用カメラは最大135度の超広角で、迫力のある動画を撮影できるとしています。動画撮影用の手ブレ補正も超強力になっています。スマートフォンにビデオカメラの能力を求めたい人にはおすすめの一台です。続いて Galaxy S9 と Galaxy S9 Plus。外観は Galaxy S8 シリーズを踏襲しています。変なノッチもなく、イヤホンジャックもあります。大画面の割には横幅が狭く持ちやすいです。良くも悪くも安定的に進化している王道の一台だと思います。 Xperia XZ2 コンパクトはディスプレイは 5.0 インチ、幅は 65mm となっています。十分片手操作はしやすいのですが、コンパクトと銘打つからにはもう少し小さくてもいいのかなと思いました。このサイズにフル HD やスナップドラゴン845を詰め込んだのはさすがです。カメラのシャッターボタンがあるのも羨ましいですね。あとはワイヤレス充電があればもっと良かったです。16:9、5.8 インチの 4K HDR トリルミナスディスプレイを搭載。 HDR とは従来の映像情報に輝度の幅を大きく加えたものとなります。映像ソースが HDR に対応していれば、光も加わった現実さながらのリアルな映像を体験できます。画面比率は依然として16:9です。スマートフォンとしてのトレンドには乗り遅れていますが、動画再生主体であれば16:9がちょうどいい画面比率です。 236g と異常に重く分厚く、指紋認証センサーも下すぎるなど、スマホとしては最低最悪ですが、マルチメディアプレイヤーとしては最強の一台です。ドコモ Wiz シリーズとして LG スタイル L03K が登場。安売り用のモデルながらも SOC はスナップドラゴン450、メモリーは 4GB、 ストレージは 64GB、 ディスプレイはフル HD プラスとなっています。電池容量 2890mAh、 防水防塵にも対応。意外と人気が出そうな一台です。もはやこんなもの売るなよというレベルの低スペックだったアローズ B も、今回は最低限のスペックはクリアしてきました。 Wiz シリーズのスペックが底上げされたことを感じますね。ソフトバンクからはファーウェイ Mate 10 Pro が、 KDDI からは T20 Lite が、そして NTT ドコモからはファーウェイ P20 Pro が投入されます。T20 Pro は国内ではドコモ独占となり、 SIM フリー版は出ないようです。非常に残念ですね。一番気になったのはアクオス R2 です。各キャリア向けに別々に機種を開発するなど、没落する日本メーカーの象徴だったシャープが本廃参加となり、開発体制を見直し、素晴らしい機種を出すようになってきたのは特筆に値します。アクオス R2 はシャープらしい個性も色濃く出てきていて、非常に期待が持てます。皆さんはどの機種を買いますか？コメント欄で教えてください。次回、SIM フリー版ファーウェイ P20 Pro をチェックしていきます。よろしければぜひチャンネル登録をお願いします。